ては始めさせていただきます。質問のある方はお願いします。朝日放送テレビさん、管理者の MC テレビです、はい、お願いします。紅工事の問題で、はい、小林製薬が今日午前中に開いた臨時取締役会で、小林和正会長と滝弘社長が辞任するという人事を決定しました、で広告がまず市長の方に入っているかどうかと、もし入っていれば受け止めをお願いいたします。はい、まず報告についてはまだ、正式にいただいているわけではございません。その上でですね、人事のことですので、これは法人さんの方でご判断いただく内容でございますから、特段その是非を述べる性格のものではないとは思うんです。これまでの経過ですね、いわゆる紅工事を含む関連商品の関係で報道を見る限りは、それの対応に伴う責任等の関係で辞任されるというふうに伺っております。本件はもう最後法人さんと株主の皆さんのご判断だと思いますので、我々としてはどういった体制になってもこれからもですね、原因究明に関しては引き続き、全力で当たっていきますし、おそらく法人さんもその小林製薬さんもその意向であるというのはこれはそう思ってますので、原因究明とこれからも引き続き、関係機関と連携して進めていきたいと思います。原因究明に向けて、各機関と連携して調査されていると思うんですけども、この人事決定で、その何か今後の商品に影響出たりとかは何でしょうか？いや、かなり現場でですね、聴取、回収したサンプル等を含めて、大阪府の方と、また国と、企業側の方でこれ連携して事務的にかなり事態の解明は進んでいる段階にあると思ってますので、今から何か大きな方向転換を、この原因究明に関して方針で大きな方向転換をするというものではおそらくないとは思いますが、ので今現在進められている手続きにこれ粛々と乗っ取ってですね、可能な限り早く原因究明と調査が進むようにしていきたいと思います。体制が変わって何か方針に大きな変更があるとは認識してませんので、引き続き、この作業をできるだけ早く進めていくものというふうに考えております。これまでの対応が正しかったのかというところで、うん、会社側の4月から事実検証委員会とかで調べられているんですけど、はい、まあ、近々なんか結果が出るということで、その結果が出るという報告をもうすぐ出るというのをもし聞いていたら教えていただきたいのと、あと、まあ、もし結果が出たとしてその対応が適切だったという結果であれば、なんか大阪市で何か対応することとかってあるんでしょうか？いや、検討の結果報告や協議の経過というのが事務的に入っているかもしれませんので、それをご確認いただきたいんですが、私のところには入っておりません。法人さんの方でこれまでの対応を検証されて、今後の対応に生かしていかれたりですね、今回の対応の課題っていうのは検討されると思いますので、それを共有した上で大阪市と関係機関ですね、特に厚生労働省と共有して対応を考えていきたいと。最後にまた言ってみますけど、先ほどのお話で、かなり調査進んでいるということだったと、一言あったと思うんですけども、特に目処が出ているとか、そういうわけではないですか？いわゆる不明物産以外の物質 Y と Z ですかね、これとの最終的な関連性に関しては引き続き調査が進んでいるという認識ですが、いつの時点で判明する目処ですというのを聞いているわけではありません。はい、次の質問をお受けします。 NDS の本と申します。はい、小林製薬関連続きになってしまうんですが、はい、退任決定というふうに報じられている小林社長ですけど、はい、さっき市長もおっしゃっている引責でというふうに報道が出ています。はい、改めて振り返ってですね、報告の遅れ件数の漏れですとか、いろいろあったかと思いますが、小林社長のこれまで の, 対応、この一連の問題に対する対応について、市長はどのように振り返られていますか？はい、もう最初にですね、企業側の方に
まあ、こう情報が入ってから、この間も会見でもお伝えしてきましたが、いわゆるこう法的機関の方に相談を要するまでに、おそらく2ヶ月程度かかっているというのはですね、もう少し早めに相談や報告がある体制が必要なのではないかなというのは、この間もずっと申し述べてきたところです。こういったことを受けて、今後は企業側の方が相談報告する体制というのが整えられてきたところです。対応についてやっぱり課題もあったと思いますし、もう少し早く相談していただければという思いはありました。この件に関しても企業側の中でどういった対応があったのかというのも、今ご質問にもあった通り、ちょっと企業側の方でも検証されると思いますし、我々としてはまずは事態のとにかく収束と原因究明とに努めてですね、で、企業側の課題等も踏まえた上で、今後の再発防止にも生かしていきたいと思います。次の質問をお送りします。